皆さんこんにちは。メンタルトレーナー目標達成ナビゲーターの西田初美です。私何冊か本を出しています。実は20代の時にですね、ある著者の方に言われたんですが、本を出している偽物がいてもですね、本を出していない本物はいないって言われたんですね。でその時に本を出さなきゃいけないなということを20代の時に、感じました。でその方がおっしゃってたようにですね、やっぱり何かしらの第一人者であれば自分自身が本を出したくなくてもですね、出版社の方から依頼があって本を出さなきゃいけない状態っていうものが必ず来ます。逆にご自身が出したい場合は自費出版とかね、そういう形で出すことはできますので、だから本を出している偽物はいても本を出していない本物はいないって言われたんだと思います。これ結構面白いなと思って、でまあ私それで本を出すことを決意したんですが、もともとメンタルトレーニングの会社をしておりますので、スポーツビジネス受験、これをメインに仕事をしていました。でしかもですね、本を一番最初に出したのはメンタルの指導をしている中でもですね、スポーツビジネス受験の本はうちの会社ではもう何十冊もこう出しています。でダイエットの本っていうものを出したことがなかったもんですから、ダイエットも同じ目標達成ですよねということで出版社からご依頼があってですね、最初に出したのがダイエットの本です。でたくさん本を出させていただいてもう10冊以上は出してますけど、いろんな著者の方々に会ってですね、初めて本を出す人ってたくさんいる、まあ、1冊目ですよね。で1冊で終わる方って山ほどいるそうです。で2冊頑張ってその1冊目が売れると2冊目の依頼が来るから、同じ出版社で2冊出す人はいる、でもそれで終わる人もいるっておっしゃってました。でもっと面白いのは、ちゃんとしたその分野の第一人者とかその分野のパイオニアの方だったら必ずですね3冊以上の本を出してるって言っていました。さらには同じ出版社でずっと続ける著者の方もいますが、著者の方の中でもですね、違う出版社からの依頼が入って必ず3種類以上の出版社から本を出すように変わってくるっていう話も伺っています。でそれを聞いてですね、私信じ込みやすいタイプでしたので、まず最初に出したのがダイエットの本だったんです。で今夏場に近づいてですね、ダイエットにこう意識が高い方もいますが、私が一番最初に出したダイエットの本って何かといったらですね、今日全部用意してますが、このね「痩せるナンバー理論」という本、これは2005年に出しました。当初はですね出版社の方からもですね、ちょっと難しいって言われたり、それはちょっと出版の業界ではありえないって言われたことがたくさんあったんです。これ何かといったら、まだ私も若かったもんですから、最初の本の依頼の時にですね、これだけお願いしたいって、もともとスポーツビジネス受験の指導をしてますのでダイエットの指導じゃないって、だからこの依頼をいただいたことでですね、どうしても私からのお願いは何かといったら、これにパラパラ漫画を入れてくれっていうのがお願いだったんです。実はこの本の中ではパラパラ漫画が全てです。脳をワクワクさせるっていうね意味で、でここにねパラパラ漫画がこうありますが、はい、本来はですね私の企画はもっと面白いパラパラ漫画だったんですが、やっぱりね出版業界ってなかなか真面目な方が多いので、ダイエットの本だからダイエットのパラパラ漫画にしてくださいって言われたんですね。私全然違うパラパラ漫画をイメージしてたんです。何かといったらね、カエルがぴょんぴょん飛んで柳の枝にぴょんって食らいついてカエルがなんか人に変わるみたいな、まあ、どうでもいいような、また野球のねボールが飛んできてバットでパーンって打つみたいな、本当のパラパラ漫画を入れたかっただけなんですけど、なかなかね真面目な業界ですので、やっぱりダイエットのパラパラ漫画にしてくださいって言われて、しかもパラパラ漫画もなかなか渋ってですねやるのが大変だって言われて、結構子供の頃っていたずらでやったじゃないですか。なのでその感覚でやろうとしたら結構大変だったみたいです。でダイエットの本もですね、実はその後に出したのが他の出版社からこちらの「脳玉ダイエット」っていうね本を出させていただきました。こちらはですね実際にキャラクターの、アニメのピヨコちゃんとかが出てきてですね女性に、ね、受け入れやすい形の本で出させていただいています。で、一番最新なのは何かといったらですね、実はこれ両方の本をまとめてる本にもなってるんですけど、最強のダイエット、こちらが今出てる本になりますので、もしダイエットで能力開発したい、目標達成したいという方はこちらの本がおすすめになります。内容説明しませんよ。で、他の本も出しています。次にね、依頼が来たのが、ジャンルが変わってですね、受験の分野です。で、受験で目標達成って簡単ですよねって、私たちはいつも言ってるのはスポーツ、ビジネス、受験、その中でも受験が簡単だってお話をしてますので、そこで最初に依頼が来たのが何かというと、記憶術の本です。それがこちら、脳内活性、記憶力を高める。こちらもですね、ショッキングピンク、蛍光のピンクの色を使った表紙で、結構目立つ、当時はポップなね、表紙で、作っていただいています。そしてここから記憶の本も何冊か出てきます。2冊目が記憶の本でこちらです。脳玉勉強法、先ほどの脳玉ダイエットと同じ出版社から出させていただきました。脳玉勉強法、脳玉ダイエットっていうね、2種類の本を出させていただいています。そして今発売されているのが、これらがまとまっているこちらになります。一流になる勉強法、これ何かと言ったら、今だったらですね、非常に世の中の状況が荒れてますので、資格を取って資格試験の勉強をして世の中に役立てたいとか、資格を取って会社に役立てたいという方もいるので、ただの学校の受験だけじゃなくてですね、資格試験にも役立つ内容で書かせていただいたのがこちらになります。興味のある方はこちらをお願いします。そして結構面白いのがですね、そこからビジネスの分野に携わらせていただいてですね、ビジネスの分野で最初に出したのが、これも新しい出版社で依頼があったこちらです。非常にポップなタイトル、嫌な上司はスタバに誘え、スタバが大ブームになった時に、最初これ何かといったら、タイトルから案をいただきました。西田さん、ビジネスでやっぱり上司と部下の関係とか、スポーツだったら監督と選手の関係とか、学校だったら先生と生徒の関係ってありますよね。その中でも厳しい上司、厳しい監督、厳しい先生、いろんな方いると思います。で、そういう人と付き合うの苦手な人もいますけど、実はそういう人からの能力って結構いただけるものってありますよねって、経験値になることってたくさんありますよねって言われたんです。だから、じゃあ嫌な上司はスタバに誘えって、実際に上司が嫌だっていうわけじゃありませんけど、何かといったら、そういう厳しい上司とか貪欲な上司、そういった先輩に自ら積極的に話しかけていって、自ら積極的に付き合いに行きなさいよっていうことを書いた本です。実際にね、他の社員の方、他の選手の方、他の生徒の方だったら、厳しい監督、厳しい上司、怖い先生に近寄るのは嫌ですけど、でもそういうところに本当のことを指導してくれていたり、そういう指導者の方が実は人生の中の恩師になったりしますので、だから自らリーダーを誘ってくださいよっていうことを書いた、コミュニケーション術含めた本になっています。ビジネスの本はこれを皮切りにですね、どんどんちょっと出させていただいて、続いて出させていただいたのが、私たちが SBT、スーパーブレイントレーニングっていうね、脳の指導、資格制度をしてですね、脳の指導を全国にこう指導者として輩出してますが、そのメインとなっているのがこちらの本です。ビジネスナンバーワン理論、こちらの本は資格制度で、生徒さんたちにですね、教科書として、バイブルとしてお使いいただいてますので、売れ行きも好評でですね、私の本の中では一番最初に出した痩せるナンバーワン理論に引き続き、こちらの本も売れてる本としてね、出版社の方に喜ばれています。さらにはビジネスの本の中ではですね、通常の仕事の中でスポーツ、ビジネス、受験指導していく中でですね、スポーツはね、メンタルの指導ですけど、受験は先ほどのね、勉強法の指導しますけど、ビジネスに関しては一番メインでやってるのがお会社の教育です。なのでこのナンバーワン社員教育という本、これは私がお会社の教育をしている内容をですね、この本一冊にギュッと凝縮してありますので、社員教育に入っている会社はほとんどこの本を読んでいます。また一般の経営者の方でもですね、会社の教育をしたいとか、また社員を率先的に自ら動けるそういった人材を作りたい、またお会社の理念に対して社員が理念浸透型の会社にしたいという方はこの本みんなお読みいただいています。実際この本を読んでいただいて社員教育の依頼がたくさん来るんですが、お会社ってこれからはですねただ単にやるべきことではなくて同じ同志同じ志を持った仲間が集まってやっていくのがここからのビジネスの主体になりますので、そういう意味で脳から変えるナンバーワン社員教育ということで書かせていただきました。お会社の教育考えている方はこれが一番です。でここから面白い本がたくさん出てきますが、一般の方のための読み物として出したのがこれです。ちょっとちっちゃいね本になりますが、成功する人はなぜじゃんけんが強いのか、ポップですよね。これも実は嫌な上司はスタバに誘いと同じでタイトルからいただきました。AKB さんがじゃんけん大会やってるし、西田さんプロのスポーツ選手をたくさん指導してるって、そういったプロの選手とか経営者の方とかそういう方って負けず嫌いですよねって、それってじゃんけんとつながりますかって言われたんです。で以前ですね東北の震災があった時にチャリティーイベントをやった時に、実はプロのアスリート各競技のアスリートを集めてじゃんけん大会やったんですね。そしたら面白かったんです。この本にも実際書いてありますが、競技が違うし種目が違うんですけどみんな負けず嫌い、ただのじゃんけん大会ですよ。だけど負けたくない、だから成功する人はじゃんけんが強いって書いてありますけど、もちろんじゃんけんが強いのもそうですけど負けたくない、勝とうとするっていう意味でじゃんけんが強いっていう意味で書かせていただきました、読み物になってますので参考までに紹介しておきます。そして一般的な読み物としてこちらがあります。結果を出すまで続けられる人の仕組み、これ何かといったらまさに脳の思考習慣の話をしています。セミナー受けたり講演受けてですねわーっと盛り上がって、明るいセミナー受けるとわーっと盛り上がるセミナーたくさんあります。たくさんあるんですが盛り上がった瞬間だけは気持ちいいんですよ。それはそうです。わーっと気持ちよくなります。ただ気持ちよくなってもですねそれが思考習慣になっていなければ続けられなければ自分自身に身につかないんです。それはそうですよね。コンサート行ったら盛り上がる、映画見たら感動する、でもそれが持続しない。だからそうです、盛り上げるセミナー行って盛り上がってもそれが持続しないんです。そのために書いたのが続けられる人の仕組み、脳の思考習慣のことを書かせていただきました。これもちょっと参考にしてみてください。そして最近話題になったのがですね何かというと、今ストレス社会ですので、これ私実は一番のおすすめでもあるんですけど、それが何かといったらこちらです。こちら、嫌な気持ちは3秒で消せる。どうですかこれ、何かといったらですねこれこの中にたくさん漫画が入っています。今ね若い子もそうですけど漫画世代ですのでアニメーション漫画がたくさん入っています。でこの漫画ですけど実際にですねイラストは佐野まりなさんっていうイラストレーターの中でも特にビジネス書なんかでよく使われている方ですが、もう私の大好きな絵なのでちょっとお願いしてですね描いていただきました。これ何かストレス社会ですので嫌な気持ちをずっとね引きずっていてももったいないし、そしてまた世の中の変化があってマイナスの情報いっぱい来てですね、それで脳がマイナスになって病んでいったりうつ病になったりしても非常にもったいない。また今話題になってますけどインターネットでいろいろね言われてですねそれを苦に自殺してしまったり、またそれを苦にですね落ち込んでったりってもったいないので、だからいかに自分の脳をコントロールするか、そういう意味で3秒で消そうっていう本です。書いてる内容はそんな難しくありませんのでちょっと興味ある方は参考までに読んでみてください。そして残り2冊だけ紹介します。残りの2冊は何かというと、実はこれは私が直接書いたものではありません。私の本の内容とかいろんなものを情報をお相手の方に編集者にお渡ししてですね、そしてまとめていただき監修として出させていただいた本が2冊あります。これ何かといったらですねファミリーマートさん、コンビニのファミリーマートさんで発売された本ですが、1つ目がこちらです。人生を変える運を呼ぶ生き方。これ私の監修ということでもちろん私の本の内容もたくさんありますが、今の時代に合った内容をショートに、1ページずつにねまとめて出させていただいてます。これまあファミリーマートで売り切りの発売です。そしてこれが大好評だったがゆえにですね、2冊目ということで依頼をいただいたのがこちらです。人生大逆転、お金を呼ぶ生き方、こちらです。はい、前回のですね、人生を変える運を呼ぶ生き方が好評だったためにですね、これからは運と同時にですね、現実的にお金を呼ぶ生き方ということで書き下ろしできませんかということで依頼をいただきました。もちろん月と運とかですね、そういった本もうちの会社でたくさん出してますので、今回はお金を呼ぶ生き方としてこちらの本も出させていただきました。これ私ファミリーマートさんで出した2冊になります。まあ監修書になりますが、もう多分ファミリーマートさんでは売り切れで発売されてないと思いますが、結構楽しく読まれて、喜ばれた本でもありますので紹介しておきます。まあ、たくさんありますが、やっぱり本物は必ず出版してるし、3種類以上の出版社から出してるし、10冊以上出してるっていうことも言われたので、10冊以上私、出してます。書きました。何としてでも10冊出すってね。なので実際の出版もね、10冊以上出してますが、ここからですね、ぜひですね、情報って溢れてくると思います。情報過多の時代になってきますので、その中の一つの選択肢としてまずは本物か偽物か、ね、本を出している偽物はいるが本を出していない本物はいない。やはり必ず世の中の周知であったり、また出版社との兼ね合いであったり、そういったお互いがプラスの関係が築けないとそれは起こりませんので、本を出したいといくら言ってもですね、その本が売れなければいけないし、本を売りたいといくら言ってもですね、その内容を出版したくなければ意味がありませんし、本を売りたい、本を出したいと言っても世の中世間が認めてくれなければ意味はありませんので、やはりそういったバランスが非常に重要だと思いますので、今日は私の方を持ってきて紹介させていただきましたので、ぜひ参考にしてみてください。ちょっと今日はロングバージョンでした。